おはようさん。ついに春が来たね。うん、今度こそ本当の春だね。ほら見てよ、桜も満開でしょ。春、そして満開の桜と来たら花見だ。花見をするしかないでしょ。よ、その言葉を待ってました。よし、そうと決まれば準備開始だぜ。じゃあ外の準備してくるよ。ほい。おっと、準備準備。よし、場所はここでいいかな。おい、鏡さん、これお願い。あいよ。これでよし。あ、よし。ふふ、広いものの傘にしてはなかなかいいんじゃない。おーい、鏡さん。はいはい。この傘なかなかいいでしょ。うん、でも穴が開いてお空が丸見え。うん、それよりこれどうぞ。何？お弁当です。お弁当だと。せっかくの花見だしね。食べていいの？どうぞどうぞ。毒入ってないよね？それはどうかな。え、ふふ、へへへ。じゃあいただきます。おお、おいしそう。ごちそうさま。どういたしまして。ああ、いいね。わかるの？わかるさ。桜の蜂蜜おいしそうだよね。これダメだ。あ、そうだ、何かお礼をしないとね。別にいいよ。そうはいかないや。あ、ちょっと。何がいいかな。いいっていいって。そうだ、この傘を直してあげるよ。なんだか気を使わせちゃったみたいで悪いね。へへへ。じゃあ動画撮ってくれよ。いて。あらら、やっちまった。おいら、またヘマをやっちまったよ。ねえ鏡さん。なに？こういうのってなんて言うんだっけ。恩をあだで返す。そう、それだ。おいら、恩をあだで返しました。何の報告だよ。ふふふ。やっぱり最後はこういう展開なんだね。ふふふ。まあ元気出していこうよ。ブヒブヒ。